ちは、オーシャン東京原宿店アシスタントの土屋です。こんにちは、オーシャン東京原宿店アシスタントの萩原です。はい、今日はですね、萩のこの頭を使って内外ミックスのセット動画をやっていきます。はい、お願いします。温度は140度くらいで結構ダメージしてるんでやっていきます。この前オーシャン合宿があって、はい、昨日ですね。どうでしたか？オーシャン合宿ですか？はい、いやめちゃめちゃ楽しかったですね。最高でしたね。はい、代表たちの話を聞けて、もういっそ原宿店が、はい、盛り上がること間違いなし。あと宴会芸なんかもあってね、もう1位取ったんで。そうなんですよ、原宿店が全店舗ある中1位取っちゃったんで、はい、もう原宿店の伝説が日高優斗さんが、はい、レジェンドです。レジェンドが、でもしこの宴会芸のちょっと動画見たいよって人がいたら、まあ、コメント欄にコメントくださいもしかしたらあげちゃいます。はい、まあいろいろ著作権とかの問題もあるんで、確かに厳しいっすね。まあちょっとまあ無音とかもしくは早送りでちょっと無音かもしくは楽しくない、まあ、無音でなんかまあこんな感じだったらまあでもなんかまあこんな感じかっていうのをちょっと掴んでもらいたいんで、確かに皆さんもし、まあ、何かしらの手段で見たいなって人がいたらぜひちょっとコメントください。見れるか厳しくないですか？ちょっと厳しい、ね、厳しい、著作権のことある。確かにね、でも早送りなら行けんじゃないですか？確かに、確かに。あれだったら。ギュンギュンギュン。あれならいけそう。確かに。なんだかんだちょっともう後ろ終わっちゃったんですけど、後ろは内外内外真ん中のセンターラインやってもらって、もうサイドに関しては外内外内で繰り返しやってもらえば大丈夫です。外内外内？そうです。だそうです。サイドは外、内、外、内、はい、です。サイド次にこうしてこの今度はフロント部分の、まあ、まだアウトラインは右上から作っていくんですけど、まあ、中間から毛先にちょっとひねるくらい、ちょっと手首ひねってもらって入れたら前に外入れて、内入れて、が内外、うん、内外ミックス、内外ミックス、内、はい、外、内で、ここに外、そう、それが内外ミックス。ナイスボイス、ナイスボイス。相当入りました。相当入りましたよ。また内入れます。入りますね。1そしてまた相当入ります。で次も内だね。ってことはそう、それが内外ミックス。覚えましたか？はい、内外ミックス、内外ミックス、はい、いい感じに、まあ言うのであれば、まあ、ベースが割と王道の人ならできちゃうんで、はい、だそうです。はい、ちょっと普段の王道に飽きたなとか、ちょっと若干無造作感欲しいなとか、そういう人に結構おすすめってだそうです。ちょっと今回はね、アイロン編、ワックス編とちょっと2部編成でいこうかな。
思ってるんで、ちょっと長くなっちゃうとね、見る気なくしちゃうんで、まあ、ちょっと、まあ、なるべく10分以内にアイロンは、まあ、収めようかなと。アウトラインだったらサイド重要や、やっぱセットで重要なことは何ですかね。やっぱいや、ドライ、まあ、ドライですね、はい、ドライ、まあ、ドライの時点でちょっとあんまりその、例えばここ顔周り浮いちゃうよーって人とかしか潰してもらったりとか、まああとはつむじの位置だったり、つむじの位置を矯正するって技もあるんですけど、はい、それが基本となってくる。ドライバーは一応できていれば、まあ、ぶっちゃけアイロンじゃなくても、まあ、外羽とかはやっぱアイロンじゃないと難しいですけど、それ以外だったら割と結構何でもいけちゃいます。うん、ドライが重要です。ドライ重要、セットは、まあ、あとはアイロンで変に後つけないこととか重要なんで、まあ言うなればこう数を重ねたり、まあ、アイロン苦手だよっていう人はちょっと勇気振り絞って、最初はやっぱ難しいかもしれないですけど、まあ、何事もやってみるのが大事かなと僕は思いますね。やっぱ初めから上手い人なんてそうそういないんで、本当に間違いない、とんでもね天才じゃないかといないんで、まあ周りにセット下手とかバカにされる人も、まあ、中にはいるかもしれないですけど、まあ、僕も最初は、まあ、やっぱ改めて思うセットめちゃめちゃ下手だったなって、中学生高校生くらいの頃のセット、まあ、写真とかで見ると結構やばいなっていう、やばい写真とかもまあ出てきたりするんで、まあ、やっぱそこからいろいろなんか練習とかしてって、なんか変わったなと思ったりするので、ぜひ皆さんやってみてください。前髪に関してはちょっとこの眉毛の横の毛をちょっと外に跳ねさせるのがポイントです。前髪を内外です。やっております。よいしょ、内入ります、外入ります。すごいです。あげるのポイントですね。そのほぐしは何につながるのでしょうか。まあ、言うなればアイロンをそのまま入れてそのままの位置を落としちゃうと、まあ、そのカッターの質とかが硬くなっちゃうんで、ふんわりさせたい人とか、まあ、特に、まあ、この束持つじゃないですか、束を持ったらそのままのこの生えてる位置のそのまま下の位置ですアイロン入れるとちょっとシャープな束になります。でこの体重耐えてる毛に対して、まあ、90度とか見上げてあげて、アイロンを例えばこう入れてあげてほぐすとふんわりとした質感になる。なるほど、そうなんですよ。ぜひ試してみてください。そう、束を持ち上げる角度でまた質感が変わるそうです。そうなんですよ。だから例えばじゃあふわっと作りたいなって時はこう束をちょっと上げてみてアイロン入れてみたいとか、だからといって、まあ、全体やるんですけど根元から結構普通にギュイッとひねっちゃうと全体的に頭でっかちに見えちゃうんで、こう入れる時でも、ま、根元から入れるんですけど曲げるのは割と中間から手先、今回の場合はでもしっかりとほぐします。
たすら内外です。パサパサです。こういった、ね、パサパサな人にね、もうアイロン高い温度でやっちゃうと本当にとんでもねえことになっちゃうと。さあ、アイロンがすべて入り切りました。外ミックス、いや、まだです、まだ、もうちょいね。ちょっとここ強めに入れておきます、まあ、あと内外の前はカールは割と強めで入れちゃっても大丈夫。強めで、そしたらなんかもうよってグリーンとしてる。なるほど、感じになったりする。内外、内外、そう、それが内外ミックス。ちょっと近く行ってください。アイロン入れましたらこんな感じで、まあ、ちょっと、まあ、ハイトーンでは分かりづらいんですけど、まあ、ちょっとふわっとした感じで今回作ると思うので、玉もオンベース気味に90度気味に取って、でアイロン入れた後は散らした感じにすると、まあ、アイロン入れ終わった後はこんな感じです。そんなくっきり玉が残るって感じでもなく、まあ、やや分かるかなっていうくらいの感じです。ではアイロン編はこの辺におりして、ちょっと次回の惑星でお会いしましょう。Yes. ありがとうございました。